日本進出から25年目を迎える家電大手、ダイソン創業者でチーフエンジニアのジェームズ・ダイソン氏が来日し大々的な新商品の発表会が行われました今日発売されたヘッドホン、ダイソンゾーン。 デザイン性の高い家電を特徴としてきたダイソンですが今回の商品はかなりのインパクトですまずはこんな風にヘッドホンとして使えるんですがここにこの部品を装着しますと空気清浄機能が備えられますつけるとですねここの中に風が吹いてきます耳に当てる部分から空気を取り込み 二重構造のフィルターでほこりや微粒子を除去ダイソンが得意とする気流の技術を活用し浄化された空気のみが口元に送られる仕組みですこちらの製品にはノイズキャンセリング機能がついていますこの部分を上げると音楽が流れ始めて周りの音がほとんど聞こえなくなりましたそして空気がここに漂っています外すと 音が消えて周りの音も聞こえて会話ができるような状態になりましたこの動作でスイッチのオンオフができるようですヘッドホンにはこれまで掃除機などのモーターを抑えるために培った技術を応用していますダイソンでは初めてとなるオーディオ製品とウェアラブル製品その狙いをジェームズ・ダイソン氏に直撃しました まさかこの形で出てくるというのは本当に驚きましたあのどちらがアイディアとしては先だったんでしょうか空気清浄機とヘッドホン We thought we could combine headphones with a really nice attractive face mask that went r o u n d you So you can sit on the subway or in a car or in an airplane or walk along the street And know that you're receiving purified air. It's a new look. It's a modern look for a technology age. Well, the future is very exciting because the development of technology through our 6,000 scientists and engineers is accelerating. 2025年まての 中でも力を入れるのが代名詞ともいえる掃除機です世界で初めてお披露目となったロボット掃除機の最新モデル360度見渡せるカメラに26個のセンサーを搭載 ゴミの量に合わせて吸引力を調整するほかこのロボット掃除機なんですがアプリと連携させることができますそしてここを見てみますとどこにゴミの量が多かったかどうかというのが一目で分かるようになっているんですねゴミがたまりやすい場所は頻繁に通るように設定することなども可能です。 日本での家庭用掃除機の市場についてダイソン氏はロボット掃除機は今多機能化が進み各社が技術を競っている状況です。 こちらのロボット掃除機は掃除を終えて充電スペースに戻ると集めたゴミを自動で排出一方こちらの商品はゴミの吸引と同時に拭き掃除も行う機能を搭載しています 機能もあの今までと比べてどんどん進化しておりますので年々市場が広がっていって売り上げも伸びておりますダイソンが日本市場を攻略する策は何なのでしょうかダイソンは 販売した空気清浄機や掃除機などを通して世界の環境汚染のデータを取得し分析今日発売した商品などの開発にもこうしたデータを生かしています。 Is going with AI. AI completely changes it. We're bursting to, um, to bring out lots of new products and develop new technology and uh, make, make uh, create excitement.